219.001西ドイツ国鉄 V169 型はガスタービンエンジンを補助的に使用する液体式ディーゼル機関車の試作車である V160 型を発展させた形式であり、1965年に一両のみが製造され、1968年の称号変更で219型とされた。後にガスタービンエンジンを撤去され、 ドイツ国外に売却された後再び買い戻され、2007年現在、エルベベーゼル鉄道の420.01型として使用されている。1963年当時、V160 型が大量に製造されていたが、将来の標準形式を定めるべく、プロトタイプのテストが計画された。合わせて、電気暖房も検討された。そのためエンジン出力は、 V160 型よりも大きなものが要求され、1965年から翌年にかけて試作された V162 型は走行用エンジンとは別に、主に電気暖房用発電機に使用する補助エンジンを搭載した。電気暖房を使用しない時には2つのエンジン出力は調合され、走行性能の向上に向けられた。V162 型は3両製造された。 V169 型は、このディーゼル発電機をガスタービンエンジンに変えたものである。走行用エンジンは、V160 型の初期型に搭載されたものと同じである。ガスタービンエンジンは、ゼネラルエレクトリックの LM100PA104 型が採用され、KHD がライセンス生産した。燃料は、ケロシンの代わりに軽油が使用された。この経緯から、 機関車本体も KHD が受注した。1965年6月、V169001 が落成し、ミュンヘン国際博覧会で公開された。翌年1月、DB は使用を開始した。1966年3月には、アルガイで試運転を行い、添付店に配属された。1968年、称号変更で219001から5となった。 1971年に本形式を発展させた210型が、検討店に配備されると、219型はそれらに比べて、出力不足の面が目立つようになった。1974年、ガスタービンエンジンの燃焼室が破損し、1900PS のディーゼルエンジンのみが使用可能な状態となった。電気暖房のための発電機も使用できなくなった。これらのことから、 219型は、添付店での使用は中止され、た路線で、貨物列車の経引に充当された。1977年11月に検査期限切れとなり、1978年に廃車、1985年に、イタリアの鉄道業者に売却され、T1591 型とされた、イベビー420-01型ディーゼル機関車2007年現在、 ドイツ国内で使用されている。1998年 V169 型はドイツ国内のレイジンペックスに買い戻され、GM エンダーにてエンジン乾燥の大幅な修復が施された。各社を経て2001年10月末より、エルベベーゼル鉄道に購入され、DH280-01 型とされて、ハンブルク・ブレーメン・ブレーマーハーフェン間のコンテナ列車に充当された。 2002年からは新たに420.01型と不番された。ありがとうございます。